パートナーの皆様こんにちは作ッ奏者の堀江由紀子です、えー、この度は私の初めてのミニアルバムリリースのためのプロジェクトのクラウドファンディングにご参加いただきまして本当にありがとうございました8月30日から、えー、昨日9月30日までの、えー、1ヶ月実施したんですけれども、えー、総勢172名の パートナーの皆様に恵まれ目標の235%を達成させていただく結果となりましたこれはもう想像をはるかに超えるもので実際に制作にかかる費用というのが十分に賄える金額になりまして これからさらにどういうふうに有効的に使わせていただこうかっていうのをまずはレコーディングを終えてからになるんですが考えていきたいなと思います、えー、本当にありがたいことでもう胸がいっぱいなんですけれどもまあこれは本当に何度も言いますが私一人の力ではなく今回チームメンバーとして協力して えー、くれている、えー、みんな、えー、写真家の松本茜、えー、デザイナーの琴美さんそしてスタイリングなどのビジュアルのディレクションをしてくれている村尾絵里香そして音楽は、えー、ドラマーの竹内大樹が、えー、バックトラックの制作とアレンジをしてくださっていますし えー、あとはトータルのディレクションをサックス奏者の渡辺譲二が担当してくれておりましてそのみんなの協力もあってここままで達成させてていいたただけたなと思っていますそして、えー、私の友人だったり、えー、メンバーそれぞれの友人などが、えー、一緒に本当に参加しているつもりでたくさん協力をしてくださった。 っていうのも、えー、ありますしもう本当に皆さんのお心一つ一つが、えー、このプロジェクトの、えー、成功につながっているなと実感しておりますクラウドファンディングの結果としてはもう十分な結果になっていると思うんですが、えー、これから実際に皆様に聞いていただく音源だったり 手に取っていただく写真だったりそのようなものが皆さんの想像以上のものになるように精一杯制作していきたいと思います。えー、またその制作のご報告などはこの「産声」の専用のページでパートナー限定のレポートとして随時投稿させていただきますので是非リリースのその日まで ログインの方法など忘れないようまたチェックしていただけると嬉しいなと思います、えー、1ヶ月本当にたくさんのご協力をいただきたくさんの応援をいただき、えー、ありがとうございましたこれから頑張って、えー、やっていきますので今後ともどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました